6月9日にビシエド選手の2軍降格が公示されましたけれども、立浪監督がその理由について語っています。そして代わりに昇格させる選手についても言及しておりまして、見ていきたいと思います。まずはビシエド選手の登録抹消から振り返っていきます。2軍で打率3割1分6厘、そしてホームランが3本、OPS913 と圧倒的な成績を残していました。開幕2軍スタートとなってずっと2軍でのプレーが続いていて、2軍成績っていうのは悪くなかったんですけれども、なかなか昇格がなく5月の中旬にようやく1軍昇格となりました。まあただ、わずか10試合のスタメン出場でもうすでに2軍降格と1ヶ月多殺しての2軍降格となっています。ここまでトータルで15試合の出場で2割9厘、ホームランが1本、打点が2つ、出塁率2割6分1厘、OPS が563、得点圏打率1割5分4厘という成績になっています。まあ確かにこの成績だけ見ると、まあ、そんなにいい数値は残っていないですけれども、そもそも出場機会っていうのがそんなに多くなかったですし、まあ先日はライト方向への貴重なホームランなんかも出ましたし、ここからこう成績上げていくんじゃないかというふうにも思われました。そして中田翔選手も故障と不調っていうのがもう完全に重なっていて、打率も相当落ちてきていますし、ビシエド選手がスタメン起用の機会っていうのも、あのホームランから増えていくんじゃないかというふうにも思われていました。まあ、ただやっぱりここでビシエド選手が抹消されたということを考えますと、中田選手に対しての立浪監督の信頼、そして期待っていうのはものすごく大きいものがあり、一方ビシエド選手の評価、まあ、ここはもう昨シーズンから大きく落ちてしまっていて、まあ、中田選手とビシエド選手との評価の差っていうのは、立浪監督の中ではものすごく大きなものがあるのかなということが読み取れます。中田選手は故障をしていて、なかなかファーストに入れるかどうかもわからないと。そして、まあ、1軍での打撃成績っていうのも5月は1割台、そして6月は0割台と、まあ、相当苦戦している。まあ、一方、ビシエド選手はトータルの成績そこまで上がってきていないけれども、まあ、先日ホームラン出て、まあ、怪我もないと、ファーストを守ることができる。まあ、そういった状態だけれども、ビシエド選手を抹消したということを考えますと、このあたりは明確ですね。DH 制がある6連戦を前にして、ファーストを守れるビシエド選手と石川選手、まあ、長打も打てる選手がこう一気に2人2軍降格ということになって、ファンの方々からも驚きの声が上がっています。そんな中、立浪監督がビシエド選手の2軍降格理由をコメントしているということで、こちら見ていきましょう。立浪監督のビシエド選手降格へのコメントです。サード、ファーストはポジションに被りがあると、まあ、サード、ファースト守れる選手が結構いるので、ピッチャーを上げるためにビシエド選手を落としたというコメントですね。松葉投手が6月9日先発ピッチャーということでビシエド選手が降格になった。まあ、サード、ファーストに関しては他に守れる選手がいるから落としたということですね。まあ、すでに先日石川選手が抹消ということになっておりまして、ファースト専門で、まあ、ファーストを、まあ、問題なく守れる選手っていうのが現状中田選手のみ。その中田選手も故障していて、まあ、ファーストどれぐらい守れるかっていうところもわからない状況ですね。まあ、守備でのちょっとミスなんかも見られました。まあ、一方、サードに関しましては石川選手が抹消になりましたので、まあ、現在専門的に守るのは福永選手のみ、まあ、あとはサード、まあ、カリステ選手も守れるというところですけれども、まあ、サード、ファーストのメインの選手っていうのは、まあ、正直そんなに被っているっていうような印象はないんですけれども、まあ、山本選手もサード守れたりとか、まあ、そういったところも含め、カリステ選手もファーストに入れるとか、まあ、そういったことも考えて、まあ、石川選手とビシエド選手を抹消ということになったと思います。まあ、そしてカリステ選手の方がやっぱりバッティングの成績いいですし、まあ、サードもファーストも守ることができるということで、ビシエド選手の方がまあ先に2軍に降格ということになっています。ポジション云々っていうところももちろん降格の理由の一つとしてはあるとは思うんですけれども、やっぱり立浪監督の中で中田選手、カリステ選手、福永選手、この3人っていうのが現状1軍から外せない選手で、石川選手とビシエド選手、この2人に関してはこの3人と比較した時に、ちょっと打力とか総合的に見て劣る部分があるから、現在は2軍に落とすと、そういった形で評価に今のところ差があるというような感じではないでしょうか。ポジションの被りだけが原因ということであれば、外野手を一人落とすというような選択肢もあったわけですし、そこでもビシエド選手を落としたということは、立浪監督の中ではビシエド選手のバッティング、まだまだこう昨年からちょっとインコース厳しいところを攻められると打てないとか、チャンスでのバッティングが厳しいとか、そういったコメントっていうのが数多く出てきましたけれども、まだ立浪監督の中ではビシエド選手のバッティングっていうのは合格点ではないということですよね。
これまで2軍であれだけの成績を残してきたビシエド選手が、1軍でちょっとこう出場して2軍降格ということになると、今後ビシエド選手が2軍でこう一定の成績を残しても、なかなかまた1軍には上がってこれないというような可能性っていうのも出てきます。なのでビシエド選手がシーズンオフに退団とか、その可能性もゼロではないような状況になってきました。そしてここから DH 制の6連戦が続くということもありまして、石川選手、ビシエド選手に代わって、今後入れ替えの選手があるのかと、ここについても一つ注目のポイントです。立浪監督が今後入れ替える野手について、コメントしておりまして、ここを見ていきたいと思います。6連戦に向けて立浪監督のコメント。DH 制の6連戦が続きますけれどもと、そういったインタビューの質問がありまして、誰を挙げるかっていうのは今後コーチと相談して決めていくというコメントが出ています。現状野手はキャッチャーが3人、内野手が6人、外野手が7人というメンバー登録になっています。なので枚数的には外野手はもう十分足りていますので、昇格させるとすれば内野手の可能性が高いのかなっていうところですよね。ここから6月10日、休みを明けて、そこから6連戦、その後4日間の休みを経て、交流戦から通常の試合に戻るという流れになっていきますので、やっぱりまずは先発ピッチャーを1人2人落とすという可能性は高いと思います。そのピッチャーとの入れ替えでおそらく野手が上がってくるわけなんですけれども、1、3塁がある程度こう被りがあるという立浪監督のコメントがありましたので、もしかすると田中幹也選手の状態もありますし、二遊間の選手が上がってくるっていうのも、選択肢としては一つあるんじゃないかなと。そうなってくると辻本選手が現状2軍で、打率としては2割3分3厘と、そんなに高くないんですけれども、つい最近までは1割台だったところから上がってきていますし、5月の下旬からこう打撃成績が上がってきているというところを見ますと、二遊間どちらも守れる選手、そしてサードも入ることができるということで、辻本選手は一つバックアップとして可能性はあるのかなと。そして立浪監督が絶賛しているロドリゲス選手が2割後半まで打率上げてきていて、バッティングかなり好調ですし、守備の指標っていうのも悪くないですし、守備率もまずまずいい数値が残っています。村松選手がちょっと打撃落ちてきたということもありまして、もしかするとロドリゲス選手を上げて村松選手とショート併用とか、そういった可能性も全然あるんじゃないかなっていうところですね。あとは候補になってくる選手というと、高橋周平選手が2軍で2戦連続マルチヒットを放っています。ただ現状で言うと福永選手がサードのレギュラーを掴みつつあるというような感じで、なかなか高橋周平選手の出番っていうのが、1軍では今のところは難しい感じがあります。あとは DH での起用っていうところを考えると、例えばブライト健太選手とか鵜飼選手も、少しだけ調子上がってきたっていうところで、可能性はなくはないですけれども、正直現状2軍の選手って目立つほど活躍できている選手っていうのがいないので、誰が上がってくるかっていうところがこうちょっと難しい部分ではありますね。一番目立ってるのは正直ロドリゲス選手かなっていうところで、村松選手のバックアップとしてもしかしたら上がってくるかもしれません。以上です。